フランスのコルシカ島で古代の墓地が見つかり、幼児から大人の人骨が入った壺を含む墓が40点確認された。コルシカ島は当時ローマ帝国に支配されていたが、北海岸に位置する墓地は帝国が徐々に衰退していた3世紀から5世紀の間に使用されていたようだ。多くはオリーブオイルやワイン、ピクルスなどを運ぶ大型の壺の中に埋葬されていた。壺の形から北アフリカのものと考えられ、一部はカルタゴで製造されたものかもしれない。当時地中海では多くの交易が行われており、墓の様式には多様性があり、ローマ時代のタイルで覆われたものもあった。島の埋葬になぜこの壺が使われたのかは不明であるが、ここでは死者のための容器という第二の目的があったと研究者は述べる。ちなみにコルシカ島はあの皇帝ナポレオンの故郷だよ。2001年にスコットランドのアウターヘブリディーズ諸島で見つかった青銅器時代の遺体が、おそらく英国で初めてミイラ化されたものであることが分かった。4体のミイラは同じ家系ではないかと考えられ、すぐに埋葬されたものではないという。戦死時代の村の地下で生後3ヶ月の幼児、若い女性と40代の女性、男性の遺体が発掘されていたが、マンチェスター大学が行った最近の調査で、骨盤の骨から女性と思われていた遺体が実は複合体であったことが判明した。つまりパズルのように3人の異なる人物で構成されており、頭蓋骨など一部のパーツはなんと男性のものであった。炭素年代測定により男性も複合体であることが分かり、埋葬の専門家によればこれらは親族の遺体で構成された可能性があるという。家計をまとめるための意図した行為で、ミイラはすぐに埋葬されず、先祖崇拝の一環として心の拠り所となるスピリチュアルな存在として祀られていたと推測する。ミイラは丸屋根の基礎から見つかっていたが、炭素年代から全てのミイラが家が建設される300年から500年前に死亡したことも分かった。つまり子孫がかなり長い間ミイラを地上で保管していたことになる。お仏壇みたいなものだったかもしれないね。1959年、サンドニ大聖堂にある石棺の中に保管された灰が見つかり、考古学者に衝撃を与えた。他にも骨の破片や宝石や織物、髪の毛が入っており、遺骨は6世紀のメロヴィング朝の女王アグレントのもので、彼女はクロタール王キルペリク1世の母であり、6人の妻の一人であった。碑文が刻まれた金の指輪から特定され、何十年もの間王妃の灰については意図してミイラにしたのか、それとも自然にそうなったのか、なぜ彼女の唯一の遺体として保存されたのか、多くの疑問が残されていた。灰が驚くほど無傷なのは、遺体を埋葬する前に銅のベルトが巻かれていた影響で、2016年には灰から大量の酸化銅が検出されており、そのおかげで腐敗せずに済んだようだ。また王妃の遺体には香辛料と芳香植物の混合物が注入されていたことも判明し、同様に灰の保存に役立ったようである。2021年8月、パリのオークションハウスがビッグジョンと呼ばれるトリケラトプスの化石が10月に競売にかけられると発表。全長約8メートルのビッグジョンは現存する世界最大のトリケラトプスの化石で、6600万年前のものとされる。オークションは10月21日に開催予定で、120から150万ユーロで落札されると予想されており、化石には輸出許可証もあり、12人の買い手が見込まれるとのこと。幅2メートルの頭蓋骨の持ち主ビッグジョンは2014年にアメリカのサウスダコタで発掘され、骨格の6割以上を備えた大変見事な化石であった。最近恐竜の骨格は価格が
記録的に高騰することが多く、一般公開を望む公立の博物館や研究センターが落札できなくなっているという。2020年10月、最古の恐竜であるアロサウルスの貴重な骨格が、匿名の入札者により見積もり額の2倍にあたる300万ユーロ以上で落札。その数週間前にもニューヨークで6700万年前の T-Rex の骨が3180万ドルで落札され、恐竜としての記録を塗り替え、800万ドルという予想をはるかに超えていた。ちょっと載せてもらいました。2020年、ドイツ中部のザクセン地方で古代ゲルマン人の墓が見つかった。約1500年前のものであったが、その埋葬の仕方に考古学者も大変頭を悩ませている。墓の中央にある聖堂の大釜の周りに女性6人の骨が円形に配置されており、古代のカルトや宗派ではないかと推測されている。釜の骨は部族の王さや漁師のものと考えられ、墓には生贄にされた動物の骨や大量の金が含まれていた。この墓から何か大敗的なものを感じた専門家もいる。墓の所有者は不明だが、これまでドイツではこのようなものは発見されておらず、養鶏場の建設中にたまたま壊されなければ見つからなかったかもしれない。彼女たちが漁師の妻や召使いで生きたまま埋められたのかは、おそらく解明されることはないかもしれない。1969年、ポーランド南部にある洞窟で鳥の頭を口に加えて埋葬された少女が見つかり、現在考古学者がこの謎の解明に取り組んでいる。これまで詳細の分析は行われていなかったが、新しい炭素年代測定法により少女は約300年前に死亡していたことが判明。欧州では中世に入ると洞窟に死者を埋葬しなくなり、これは非常に珍しいものであった。また鳥の頭を口に詰めているという点でも珍しく、他に類例も見られないという。骨格を分析した結果、少女は10歳から12歳の間に死亡しており、骨には後年に成長が止まった兆候が見られ、代謝性疾患によるものと推定される。外傷の痕跡はなく、口に加えた鳥の頭以外の副葬品も見つかった。一体彼女は何者で、なぜこのように埋葬されたのか。DNA 鑑定の結果、出身地はポーランドの北側、現在のフィンランドやカレリア周辺である可能性が高く、記録によると1655年から57年にかけて、この地域はスウェーデン王のカール10世グスタフが率いる軍隊に占領されていた。軍隊にはフィンランドやカレリア出身の兵士が多く、家族と一緒に移動することが多かったという。少女は戦争中にこの地域にやってきて、洞窟のある森で死んだのではないかと研究者は推測しており、多くの文化で子供の魂は小鳥の形で現れると信じられていると説明するが、彼女が鳥の口を加えて埋葬された理由は今のところ不明である。ただのいたずらだったらショックだよね。フランス南部の町にはマグダラのマリアに捧げられたバジリカがあり、この頭蓋骨は彼女のものと信じられている。マグダラのマリアはイエスに付き従い、十字架にかけられるのを目撃。現在ガラスドームの中に彼女の頭蓋骨が飾られ、毎年7月には大規模な宗教的な祝祭として笛やライフルを鳴らし、この神輿を担ぎパレードが行われるという。頭蓋骨はかなり黒ずみ、何世紀にもわたり金の聖遺物箱に収められていたが、現在は防弾ケースに入れられている。だがなぜ彼女の頭蓋骨がここにあるのか。言い伝えによると、マグダラのマリアが子供を連れて聖地を逃れた時、山の洞窟に避難したと言われており、洞窟は現在聖地として修道院になっている。だがどうして頭蓋骨が遺体から切り離され、フランス南部の小さな教会に
保管されるようになったのかは不明であるが、1974年に頭蓋骨が検査され、紀元1世紀に50歳で亡くなった女性のものであることが確認されている。また研究者が骨の形から顔の特徴を再現しており、風貌は地中海系であった。これらの特徴はマグダラのマリアに関する記述と一致し、分析により髪もダークブラウンであることも判明している。この頭蓋骨が本物とは断定できないが、彼女の特徴と驚くほど一致していた。中国北部で北魏時代の抱き合う男女の遺骨が見つかった。山西省の建設現場で600以上の墓が出土し、死後の世界でも永遠の愛を確かめるかのように、二人はお互いの腰に腕を回し、女性は顔を男性の肩に乗せていた。男性の骨には右腕に治癒していない傷が見られ、女性には傷がないことから、男性の死後、彼女は彼と一緒に埋葬されるために自ら命を絶ったか、二人が同時に病気で死んだのではないかと研究者は見ている。北魏は紀元前4世紀後半に鮮卑が山西省を征服し、中国北部にまで王国を拡大。その後、漢民族の慣習を取り入れていく。女性は左手の薬指に銀の指輪をしており、この種の指輪は古代においては必ずしも愛や結婚と結びつくものではなかったが、当時の中国では装飾品としてだけでなく、愛や結婚のちぎりの象徴として中国北部エリアで広く流行していたという。中国では北魏時代の男女が抱き合う骨がよく見つかっているが、ここまで保存状態の良いものは大変稀であるという。